こんにちは、ひねるです。今回はパワー8ゲームサー2つの背面ボタン付きワイヤレスプロコンの比較です。突然ですが皆さん、任天堂純正のプロコンの定価ご存知でしょうか？ズバリ税込み7678円。高いですよね。任天堂スイッチライトが税込み21,978円ということを考えると、本体にかかる費用のおよそ3分の1、欲しいけどちょっと高すぎると購入を控えている方は少なくないと思います。そもそもなぜ純正プロコンはこんなにも高いのでしょうか？答えは多機能だから。HD 振動や加速度センサー、ジャイロセンサーにアミーボを認識するための NFC と、とにかく機能がモリモリです。でもスイッチを持っている方はよく考えてみてください。これらの機能本当に全部必要でしょうか？中でも HD 振動とアミーボを読み込む NFC 必要ですか？結論から言うと、僕は NFC と HD 振動はプロコンになくても良い機能だと思っています。その理由は、 NFC は使用頻度が多くないのでジョイコンにあれば十分だし、 HD 振動はソフト開発における優先度が下がっているから。マリオオデッセイ以降 HD 振動に感動できるゲームってほとんど記憶にないんですよね。仮に今後 HD 振動を活かしたゲームが発売されるのならば、その時はジョイコンを使えば問題ありません。もちろんこれらの機能はあるに越したことはないのですが、なくても差し支えない機能にお金を払うのってなんだか微妙じゃないですか？そこで今回は HD 振動と NFC 機能がなければ4000円くらいで純正品クラスの製品が見つかるんじゃないというざっくりとした考えをメインテーマとして、こちらの2つのプロコンを用意しました。一つはアメリカの任天堂ライセンス商品パワー A のエンハンスワイヤレスコントローラー、もう一つは中国製のプロコン、ゲームサーの T4 プロコントローラー。パワー A は海外のアマゾンで40ドル、およそ4000円で購入したもの。ゲームサーは気に入ったらレビューするという条件で製品を送っていただく、もいろいろと立て込んで開封できていなかった製品です。価格を調べてみると、国内のアマゾンで3999円と今回のテーマにぴったりだったので取り上げてみました。今回はこれら2つの製品を純正品のプロコンを交えて三つどもえの形で比較していきたいと思います。いきなりですが結論から参りましょう。4000円で純正品を超えるプロコンは手に入るのか？答えは、超えるとは言わないまでも満足のいくプロコンが手に入るです。正直に言うと、今回比較してみるまでサードパーティーのプロコンを買うのはちょっと微妙だと思っていました。理由は、純正品の完成度があまりにも高いから。機能が揃っているということもそうですが、握った際の感触、ボタンの押し心地、 LR や ZL、ZR の指のかかり具合など、どれをとっても文句のつけどころが見当たらない完璧なコントローラーなんですよね。ですから、少し無理をしてでも純正品プロコンを買った方が安物買いの銭失いにならないんだろうなと思っていました。ところが今回2つのプロコンを純正品と比較してみて、サードパーティーのプロコンも全然ありという考えに変わりました。もちろんいいところばかりというわけでもなかったので、それぞれのプロコンの良い点ダメな点も交えて引き続き詳しく紹介させていただきます。まずは同梱物です。パワー A から見ていきましょう。プロコン本体、単三電池2本、マニュアル。続いてゲームサー、プロコン本体、 USB レシーバー、スマートフォン用ホルダー、 USB Type-C to Type-A ケーブル、マニュアル。続いて重さを比較します。純正品のプロコンは 246.5g、 対してパワー A は 206g、ゲームサーは 202g という結果です。純正品はどっしりとした持ち心地で安定してプレイできるのですが、その分長時間遊んでいると結構手首にきます。特にジャイロを使用するゲームを遊ぶ場合、この 40g の差は大きいです。続いて機能を確認していきましょう。特筆すべきポイントは次の通り。ジャイロ操作に対応。いずれのコントローラーもジャイロに対応しています。厳密に言えばそれぞれ使用しているセンサーに違いはありますが、実際にプレイしてみた印象ではほぼ純正プロコンと同じ感覚で遊べます。とはいえ、まるっきり同じかというとそうではなく、それぞれ微妙に感度が異なるので、ゲームに応じて設定を調節する必要がありそうです。キーマッピング可能な背面ボタン、いずれも好きな入力を割り当てられる背面ボタンがついています。背面ボタンがあれば3本の指でグリップする人でも入力可能なボタン数で不利になりませんし、2本指でグリップする人にとってはより臨機応変に入力できるようになって大変便利です。
そしてゲームサーの目玉機能が連射とマクロ機能。特定のキーを連射モードにしたり、背面ボタンに対して同時押しコマンドや連続したいくつかのキー入力を割り当てることができます。ただし連射モードには PC と PS4 では使えるけどスイッチでは使えないというバグがあるようなので、スイッチで連射を使いたい場合はマクロ機能を使って代用する必要があります。これらの機能を使うとスプラトゥーンでパブロを使うのが楽になったり、ゲームによっては面倒なレベル上げやアイテム収集を自動化することもできちゃうようです。また純正品にあって多くのサード製プロコンについていない機能の一つがホームボタンによるスリープ解除。これあるとやっぱり便利です。パワー A は任天堂ライセンス商品ということもあってスリープ解除に対応しています。しかしゲームサーは非対応。面倒くさがりな人は軽視しない方が良いポイントです。続いて各パーツを比較します。まずはボディ。純正品のシンプルかつ洗練されたボディに対してパワー A のボディはとにかくデザイン性が高いです。デザインの良し悪しは好みに左右されますが、個人的にキャラクターもののコントローラーの中では最もセンスが良いシリーズだと思っています。特に今回紹介しているマリオデザインはキャラを前面に押し出しすぎないところが粋。ゼルダやポケモン、マイクラなど様々なバリエーションがあるのも良い点です。対してゲームサーは半透明の黒色のボディ。装飾のないシンプルなボディですが、味気ないというよりは高級感を感じさせます。ちなみに電源を入れると LED が点灯。淡く透ける光がゲーマー心をくすぐりますが、好みによってはせっかく高級感のあるボディがライティングによって子供っぽく感じられるかもしれません。ライティングは設定によって消せるので気になる方はオフを推奨。続いてグリップ。純正品は滑らかだけど滑らないという感触でさすがの一言。パワー A は純正品と比べると厚みがあります。グリップの最も太い箇所の厚みを測ると純正品よりも 4.3 ミリほど分厚く、実際にコントローラーを握ってみると数値以上に厚みを感じます。分厚いと握りづらくなりそうな印象ですが、持ってみると案外その逆。分厚くなった分握り込みが浅く済むので軽く持っただけでも安定します。特に小指と薬指の2本でグリップした時に純正品以上の安定感を感じました。もしかすると手の小さい人には持ちにくいのかなとも思いましたが、手の小さい妻が3つのプロコンの中で一番持ちやすいと答えたのがこちらのパワー A のプロコンでした。ただしいざ握ってみると安っぽく感じる点はマイナスポイント。パッと見の印象はかっこいいし高級感もあるのですが、実際に握ってみるとグリップの表面がツルツルとしており、プロコンのようなテクスチャー感がないためかおもちゃっぽさを感じてしまいました。対してゲームサーのグリップは純正品に比べて短く根元が太め。こちらも太いから握りにくいということはなく、しっかり手のひらにフィットします。グリップの延長のようなくびれがボディ背面へ続いていて、特に3本の指でグリップした時にめちゃくちゃ握りやすいと感じました。ただしグリップ表面は滑り止めの加工としてガサガサした感触となっていて、滑らかだけど滑らないという純正品プロコンと比べると見劣りしてしまいます。ちなみにどちらの製品もグリップとボディが分かれていないところは好印象。純正品はグリップとボディが別々のパーツになっているので隙間に汚れが入り込むと掃除が結構大変です。続いてはボタンです。基本的な部分としてまずはきちんと入力できるかを確認します。いずれも正常、引っかかりやガタつきもなく完成度の高い作りです。続いてボタンの詳細。 ABXY ボタンから見ていくと、サイズは純正品が直径 10.4mm、 パワー A が 9.7mm、 ゲームサーが 9.5mm。 いずれも純正品よりやや小さめ。小さいから押しにくいということはありませんが、同時押しは純正品の方がやりやすいかな。ボタンの硬さはゲームスター、パワー A、純正品の順に硬いです。好みで良し悪しは変わると思いますが、連打していて疲れないのは純正品。なおボタン配置はゲームスターが XBOX 準拠となっている点に注意してください。スイッチに接続した時はスイッチ準拠のボタン振りになるのでプレイには差し支えないのですが、名称と配置があべこべになるのでちょっとした分かりづらさは残ります。続いて十字キー。純正品と比べてパワー A は十字の幅が狭く、ゲームサーは太いです。太さ自体で押しやすさが変わることはないですが、ゲームサーの十字キーにはちょっとした問題がありました。それが押した時の柔らかさ。少しの力で十字キー全体がベコッとへこんでしまうので、押し方によっては左右両方が入力されたり上下両方が入力されることで方向入力が相殺されてしまいます。個人的にはスティック入力のゲームで遊ぶことがほとんどなのであまり気にならないのですが、十字キーを利用するゲームで使いたい方は要注意です。
続いてはメニューボタン類。配置の幅やボタンの高さが異なるくらいで、いずれも純正品とほぼ変わりはありません。ゲームサーではキャプチャーボタンに位置するボタンが連射をサポートするターボボタンの役割を兼ねています。続いて LR ボタン。パワー A は純正品と比べて短いです。3本の指でグリップする場合、人差し指のかかる面積が少なく、若干の押しづらさを感じました。ゲームサーはサイズ感も押した感触も純正品とほぼ同じ、押しやすい。続いて ZL-ZR ボタン。パワー A は特徴的な三角形をしていて、純正品同様にクリック感のあるボタンタイプ。ゲームサーは Xbox One コントローラーのようなトリガー方式になっていて、押し込みの深さに応じて加減が変化するタイプです。どちらも不満はありません。好みの問題かな。続いて背面ボタン。パワー A はグリップ部分に2つついています。中央についているのは背面ボタンを設定する際に使うボタン。ボタンの幅が広いので、中指でも薬指でも押しやすいです。またストロークが短く、荷重も低めで済むので、力の弱い薬指でも全く押しにくさを感じませんでした。対してゲームサーはグリップ部分の内側と外側で4つの入力があります。中指で押す分には素晴らしい配置なのですが、薬指で押す場合にはやや押しにくさを感じました。というのもパワー A と比べて握り込みが深くなるので、ボタンを押す際に薬指をより折り曲げないといけないのですが、薬指が分離できていない人だと中指も一緒に動いてしまって ZR、ZL ボタンを誤爆してしまう可能性があります。あと4つの入力があるのは良いのですが、自分は薬指をきれいに動かせないので、内側の背面ボタンをとっさに押すにはかなり練習が必要だと感じました。最後にスティック。いずれも変に引っかかるということはなく、滑らかに動きます。押し込んだ時の感覚にも問題はありません。ただしゲームサーはサラサラとしたプラスチックでできているのと、内側のへこみが少ない分、若干の滑りやすさを感じました。純正品とパワー A はゴムのような素材でできているので、きっちりと指をグリップしてくれます。最後に今回の比較結果をまとめます。パワー A エンハンスワイヤレスコントローラーの長所と短所はこんな感じ。長所、価格、重さ、掃除しやすさ、カラーバリエーション、2つの背面ボタン、ホームボタンでスリープ解除、2本指グリップの安定感。短所、海外からの送料、 NFC なし、 HD 振動なし、 USB 充電不可、おもちゃっぽさ、3本指グリップで LR ボタンが短い。ゲームサー T4 プロコントローラーの長所と短所はこんな感じ。長所、価格、重さ、掃除しやすさ、 USB 充電、4つの背面ボタン、連射マクロ機能、デュアルモータ振動、 Windows、iOS、Android でも使用可能、 2.4GHz 接続可能、トリガーボタン。短所、 NFC なし、 HD 振動なし、スリープ解除なし、ガサガサしたグリップ、柔らかい十字キー、薬指で背面ボタンが押しにくい、スティックが滑りやすい。純正プロコンの長所と短所はこんな感じ。長所、パーフェクトな握り心地、連打しても疲れないボタンの押し心地、 USB 充電、 NFC、HD 振動、安定感のある重心設計。短所、価格、重さ。パワー A とゲームサー、いずれのコントローラーも純正品に迫るクオリティで、いくつかの面では純正品に勝る部分も持ち合わせています。特に長時間ジャイロ操作でゲームを遊ぶ人や、マッピング可能な背面ボタンを利用したい人、純正品より安価にプロコンを手に入れたい人にとっては第一候補に上がると思います。動画編集時点ではいずれも4000円程度の価格でしたが、時期によっては多少前後しているかもしれません。概要欄に Amazon の URL を記載しておきますので、現在の価格が知りたい方やその他の仕様を確認したい方はぜひチェックしてみてください。それじゃあバイバーイ。